こんばんばは、えー、今日は地球温暖化についつもはですね FP としてお金の増やし方等に関して動画を配信させていただいておりますが私自身もともとが大学の修士課程を修了してエンジニアとして働いていたという経歴がありますので私の考えをですね発信させていただこうかと思います。 単純に言うと今言われている地球温暖化が人為的なですね産業の発達によって発展によって出される二酸化炭素によって地球が温められてるんじゃないかというのが今考え方としては主流になっているかと思います。まあ、世界的にもですね共通した一般常識になりつつあります。ただ 本当に二酸化炭素の影響で地球が温まっているかどうかっていうのは私個人はですねもう少ししっかりとした吟味をする必要があるのではないかという考えを持っていますまあ完全な否定派ではないんですけども疑念がたくさんあるなというふうに思っておりますえ人為的な CO2 の発生が地球を温めており今後もそれが続くと 地球の温度ががどどんどん上がっていていですね、えー、まあ人間をはじめとする生物が生存するのが困難になるだろうと言われていますが果たしてそれが本当なのかそれをちょっと考えていきたいですしちょっと皆さんにも考えていただけたらと思います。で今日まず最初にお話ししようと思うのが、えー、まあどうして地球が暖かく感じるのか。 っていうところをこうまずお話して、それに、えー、二酸化炭素がどのくらい供しているのかっていうことをですね、まあ、簡単な数字で、えー、考えてみたいと思います。で、地球温暖化っていうのは何を言っているかっていうと、まあ、地球温暖化で議論されているのは太陽光がどう当たるかっていうことではなくて、一度こう地表面で温められた熱が 本来であれば宇宙空間に放出されるべきものが CO2 があることによってま吸収されてしまうまあ大気中に残ってしまうとなのでえ地球の気温がどんどん上がっていきますよというふうな話がですねえ推測されているということになります。で先ほども申しました通おりまあ太陽からですね エネルギーが、まあ、光という形でエネルギーがこの地球上に送られてきててその送られてきたエネルギーがこの地面ですね地表を温めるとただ温められた地表のエネルギーは赤外光となって放出されます地球圏外ですね地球圏外、まあ、要は宇宙に 放出されることによってある程度の温度を維持しているという風に考えていますただあの全部が全部ですね宇宙空間に熱が逃げればまあ、エネルギーが逃げればですね地球の温度はかなり寒くなってしまいますのでそれをとどめるものがまあ温室効果ガスという風うに言われていますまあ、代表的なものはあの水ですね、えー、水というと 何かというと水蒸気です水蒸気というのは皆さんあの湿度っていう言葉がご存知だと思うんですけども湿度何パーセントというふうな言われ方をしますが、えー、水っていうのは温度によってその水蒸気、気要は気体で入れる割合っていうのが変わってきます暖かいとたくさん水蒸気が空気中にありますし寒いとそれは少ないというふうになります。 ただ空気中には、えー、今言われている二酸化炭素よりも約10倍ぐらいあのまあ温度によってはもっと変化はありますけれども約10倍ぐらいの量が存在しているので、まあ、一番温室効果ガス要は地球に入ってきた熱を逃がさないで地球にとどめておく一番の物質は水蒸気というふうに言われています。 まあその次がですね今問題となっている二酸化炭素というふうになります。じゃあ二酸化炭素はどのくらいの割りあるかっていうと今言われているのが 400ppm って言われていますで。400っていうとなんかすごい大きいようなイメージがありますけども ppm っていうのはパートパーミリオンっていう値の英語表記の頭文字を取った略称になって100万分の1をパートパーミリオン 1>, 1パーツパーミリオンというふうに表現します。よって 400ppm っていうのは100万分の400になります。パーセンテージ、私たちパーセンテージっていうとわかりやすいですよね。50%っていうとまあ全体のうちの半分。消費税だったら今10%なので。 全体の十分の一、買った品物の十分の一が消費税で取られるというふうな認識がパーセントだとわかりやすいと思います 400ppm ってどれくらいかというとこうなります0.0004になるので 400ppm が0.04%ですすなわち消費税が10%に対して二酸化炭素はまあ比較の対象が正しくはないですけども ですね、イメージとしては、まあ、このように1%の1%にも満たないさらに0.1%にも満たない量しか空気中には存在していない物質ですでこれがまあ以前は例えば0.02%だったのが0.04%ミカゲは 200ppm が 400ppm というふうに2倍になってますけども 0.02という値が0.04という値に変わったにすぎないということです。で空気中に一番多いのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますが一番が窒素 N2 ですね窒素窒素は N2 と書きますけども80%で次いで多いのが酸素 O2 ですね、えー、酸素のことを O2 と書きますがこちらが20%。 まあ私たちが呼吸する上において必要なのが O2 ですけどもこちらが大体いい20%、えー、空気中には含まれているとこれに対して CO2 は0.04%しかないというところですここが一つ今日のポイントですねまあこんなふうにですね空気中には80%の窒素と 20%の酸素が大部分を占めていて CO2 でいうと本当こういった点に当たるようなぐらいしか空気中にはないわけです。で最初の話に戻っていただくと最初私が何を言ったかっていうとなぜ暖かさを感じるかっていうと。 太陽のエネルギーが地球に降り注いでそれが赤外光となった時に赤外光を吸収する、まあ、水蒸気とか CO 2が熱を吸収する赤外光を吸収するだから地球が暖かくなってますよそれも今温度を上げている要因の一番大きな要因は CO2 ですっていうふうな話を話となってるんです世界中的にも。 でもこれ見てください。よ。CO2 ってこんな少ないんですよ、空気中に。何が言いたいかっていうと、ほとんどの赤外光は宇宙に抜けていくことができるんですよね。CO2 が受け止められる赤外光なんてほんのわずか。だってこんなに小さいんだから。多くのエネルギーは外に抜けられてるのに、例えばこの CO2 が、 仮に2倍になってもう2つ増えたとしてもいかにも多くの赤外光が地表にとどめられているというふうな印象を植え付けられていますけども実際はここのぐららいいいしか留められてないというとうろです。まあ、二酸化炭素が増えたことが地球温暖化につながってないよねってことを言いたいわけではなくて本当にそうなのかなと。 そのくらい微量な量しかない二酸化炭素が赤外光を多く受け止めてそして、えー、地球の温暖化の一番の要因になっていると本当に言い切れるのかなっていうのは、まあ、やはりこうだってほとんどないんです地球上には二酸化炭素の量は少ないんです。他の えー、機体に比べてですねそれをいかにも CO がたくさん増えてですよ空気中に。でそれがもうどん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 こう赤外光外に抜けるのをブロックしてるようなイメージをみんな持ってしまってるだって分かんないからでも実際はほんの微量ですここのこの,この中にある CO2 もほんの少ししかないんですね。それが 果たして本当に今の地球が暖かくなっているメカニズムの中に入れ込んで正しいと言えるのかなっていうのが疑念というところです。まあ、もちろん数学者とかですね、まあ、いろんな方物理学者というのは計算してそうだっていうふうに、まあ、いろんな考えから言ってるというふうには思いますけれどもに、まあ、にわかにはちょっと信じられないというとうころになりますなのでまあ言いたいのはいろんな要素を見て本当に 二酸化炭素が地球を温めているのかどうかっていうのは、もう少ししっかりと吟味をする、まあその温度というところとか、なぜ暖かさを感じるかっていったところから吟味する必要があるかなというふうな気がします。まあ一回目の話はこういった形でですね、CO2 が空気中にはほんのわずかしか存在しない、そこでまあ倍率が 2倍3倍に増えたというところで、まあ、空気中の気体の占める割合からするとほとんどもう誤差に等しいぐらいの増え方でしかないのにもかかわらず本当に二酸化炭素が地球温暖化の一番の要因になっているというのはやはり疑念があるというふうなお話でした。2回目以降もですね、二酸化炭素による地球温暖化の説に対する疑念についてですね、 お話していこうと思います。